こんばんは、三好忍です。今回の問題は、推理山猫さんの織田信長殺人事件。問題は、1、犯人は誰か。2、その根拠は何か。安土城にて、織田信長が殺された。脇腹を刀が貫通して殺されたのだ。発見した兵士によると、死体の手には手紙が握られていた。横文字で、お願いします。我らの国にも銃を分けていただきたい。主君の死を悼んだ豊臣秀吉は捜査を始め、この手紙を渡した人物が犯人だと推理した。おそらく織田信長は誰にも言わずにこの犯人と会話をしていたのだ。しかし信長に願いを断られ、犯人は信長を刀で殺害した。秀吉は怒り狂いながらも何とか容疑者を絞ることができた。1、織田さま大好き。彼は日本が大好きであり、常に右腰に刀を刺している。2、デイビッド・コロナ。短期ですぐに切れやすい。秀吉とも一回揉めた経験がある。3、ブライアン・ムジラ。ブライアン教という新たな宗教を日本に広めようと、どこかの国から来日してきた。まさか銃も欲しがっていたのか。4、悲しみこらえて。織田家の天敵、武田家から来た刺客であると後に判明され処刑された。推理を繰り出す秀吉の前から、秀吉の軍師である竹中半兵衛がかけてきた。彼の手には信長が握っていた手紙が握られている。秀吉様、この手紙、よく見ると左側にシミがあります。確かによく見てみると、灰色のシミが手紙の左端に滲んでいる。いや、全体的にもうっすら滲んでいる。これが犯人を示す重要な証拠なのかもしれない。問題。1、犯人は誰か。2、その根拠は何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。